ハロー YouTube ニーハオヨークワンリンチーです。ですね、今日もですね、日中をまたにかけたカンフードクターの僕が、皆様にね中華ネタをお届けしようと思います。中華知らずは世界の3分の1を知らない。そして日本のマスコミは本当に偏向報道ばかりか、情報が非常に遅いので、皆さんぜひチャンネル登録とツイッターをフォローして中華ニュースを追ってみてください。はい、今日のニュースなんですけども、中国のですね、国家体育総局がですね、中国国内でね、中国憲法の世界で拜師っていう習慣っていうか悪習があるんですよね。拜師って要は師弟関係を結ぶみたいな感じ、これ師弟関係結んでなんか儀式やってやるんですけども、その時にね結構たくさんのお金払うみたいなんですよね。これがですね、こういうことをしてはいけないと、あんまりそういう拜師、拝師のね名義でね、お金を取るとかそういうことをしてはいけないと、そういったね規制をするという話ですね。まずね、これね別に国家体育局とかが構うことじゃないんですけども、ただね言ってることはねよくわかるなっていうのが正直な感想でした。でね、今回この国家体育局がですね、中国武術界に対して規制する内容をちょっと読んでいこうと思います。その規範のない、試合とかを組織したりとか、やったりとか参加したりとかしてはいけないと、これ1番目ですね。で2番目がですね、適当に自分で、門派を作ったりとか、あと指導をしたりとか、悪意を持って他人を攻撃したりとかね、悪口を言ったりとか、他人を、蔑んだりしてはいけないと、これが2番目ですね。で、3番目がですね、自分で自分を大師って大師っていうのは大きいに師って書いて、師って先生の師ね、老師の師ね、師って書いて大師って言うんですけども、自分でね自分を大師って、自称したりとか、次がですね、ジャンメン、ジャンメンっていうのはリスナーさんにの書き込みだったんですけども、元締め、っていう意味ですね。ジャンメンって要はね、どっかの門派のお偉いさんだとか言ったりとか、その次がですね、正宗、要は正統だっていう、自分だけがね正統な流派だって、そういうふうに主張したりとか、あとね、ディーチュアンだから、ディーチュアンっていうのは直系みたいな感じの意味だから、自分のとこだけが直系っていう、この直系っていうのはクズワードなんですけども、クズゴミがよく使う、これらの大体4つのワードっていうのは、大体クズがとかゴミが使うワードなんで、確かにね、国が言えることじゃないんですけども、規制するのもいいんじゃないかなっていう、気がしますね。はい、それでね、4番目がですね、廃止って言って、弟子を取るっつって、そこでね、不当な額 の, お金を、取ると、この4つがですね、他にもね、なんかいろいろ規制するみたいなんですけども、なんか迷信的なことを教え込んだ、迷信とかね、妙な宗教とかね、オカルティックなことを教え込んじゃいけないとかね、そういったことが書かれているんですけども、大体この4つがですね、今回ね、国家の、国家体育総局がね、規制する内容だと。なんかこれに違反すると、国家、体育総局からはブラックリストに載せられるみたいな、そんな感じに、なっちゃうんですよね。別になってもいいんですけどね、どうでもいいことなんで、そのぐらいね、インチキが多くて、コスプレもね、なんかすごく流行ってるんですよね。要はですね、コスプレして適当にダンスしてるおっさんとかがもう乱立してて、それがね、
あのバカ洗脳してこう竜が作っていくって、これね昔からやってたんでね、あの別に今に始まったことじゃあのないんですけども、だからまあどれがあの正式なものっていうのをその国家体育総局がねあの規定しだしたっていうまあ話なんですよね。まあだからまあいいのか悪いのかっていう話ですよね。だから中国憲法とかあのやるときはね、こういうねあの大使、あの大使とか斬面、これ元締めとかね、清掃とかね、李川、あの直系とかね、そういう単語はあの一切あの皆さんも、信じない方がいいです。なんかインチキである可能性が、ものすごく高いです。なんか本当にねあの技術がある先生っていうのはもうそういうこと言わないで、あのただ技術を教えて終わりなんですよね。あの下手したらその生徒はね、その先生の先生が誰かね、あのしばらく知らないと、まあ、もちろんねあの 2,3 年やってたらちょっと話に出てくるんで、あの話で出たりとかそのあったりするんで、まあ、分かったりするんですけども、まあ、かなり長い間ね自分の先生の先生が誰か知らないとかね、そういった状況もありうるのですよ。でインチキっていうのはね、まず最初にあの歴史とか伝統とかね、歴史伝統、文化はねあのクズワードですからね、ゴミクズワードなんですけども、そういうのを話し出してあの思想とかね、あの生徒を、ね、先に洗脳するんですよ。でまともな先生っていうのはもうぶっちゃけもう、はい技術、はいじゃあ始めます、こんな感じの技ですって、そこから始まるんですよ。でインチキは、私は何々の何代目でとか、私のこのご先祖とか、あのほら先代はねこんなに偉くてこんなになんかこう超常的な能力を持っていたとかね、あのそこから始めるんですよね。でそれでこう儒教的なほら廃止とかね、買収とか、そういったね悪習でね、あのこの生徒をねあの洗脳していくんですよ。だからそこで洗脳されてるちゃうと、まあ、そのままただの、バカになっちゃうんで、で大体ねあのマーシャルアーツとかあの武術とかね、あのこういった技術っていうのは基本的にはね、あの 2,3 年やってるとね、さすがに身につくんですよ、まともにやってると。2,3 年やってるとなんか身につくもんを、その武徳ね、武徳、あのクズワード、武徳っていうのはあの争わないっていうんですけども、要は争わないっていうのはあのその先生に疑いの目を向けちゃいけないっていう意味なんですよ、先生弱いからっていうのが武徳なんですよ。この前その太極拳のあのダッシュって言って、太極拳のマスターつってあのボコられた人いるじゃないですか、まあ、アバオゴーって言うんですけども、あのこの人がね、あの今の若いやつは武徳を知らないとか、そういうことをあの言ってたんで、あのなこのマーバオクオっていうのはその太極拳の、マスターだって言ってて、30秒ぐらいでもうあの3回 KO されたやつなんですけどもね、あの漫画みたいにあの倒れたおっさんなんですけども、あのそのおっさんが言う、そういうおっさんが言うセリフなんですよ、あのウーダーってあの武徳っていうのはね、だからあの基本的にはねこの武徳とかいうねこのクズワード聞いたら、そのままね逃げ出した方がいいです。あのあなたの、大事な、まあ、一度きりの人生の、 あの大事な時間をとあのお金をあの奪われるので、逃げ出した方がいいです。本当にねこれね関わらない方がいいです。大体ねあのまともな格闘技ね本当に 2,3 年やってれば身につくんですけども、まあ、2,3 年やってなんかそれなりに身についたら、誤信としてはあの次行っちゃった方がいいです。もう本当にねあの変な型とかでもう10年間やってて、あの全く使えない存在になって、それでねあの次のバカあの洗脳しだすっていうね、あのそういうふうに、なっていくのでね、あの僕はですねもう永遠にあのパンメンゾーダオって言って、あのねパンメンゾーダオっていうのはあの傍らの、門で茶道っていう左の道って言うんですけども、要はね別にあの自分がなあの正当だなんてあの主張しなくていいし、あの興味もないし、別にあの実力示せばいいだけなんで、あの伝統とか、何々の系統だとか、あのもうどうでもいいんですよ。もう本当にねあのそんなことに主張するあの直系とかね、正装とか、あの正門とかね、邪面とかね、あのそういうことをあの主張する人間に、関わらない方がいいです。大体ね、先生、あの老師をね、あの尊重しましょうって言って、この邪面っているじゃないですか、あのこの元締めね、元締めね、どんなやつがなるかっていうと、結局ね、まあ、パターンいくつかあるんですけども、要はね、あの金持ってるおっさんがね、なんか箔つけたいとか言って、
その門派の、ね、メンバーにねよくおごったりするんですよ。おごったりとか、なんかあったらお金貸してあげたりとか、そもそもね会費多めに払ってたりするんですよ。そしたらね、その周りのこのメンバーがね、あなたがこの証文でいいよっていう、ジャンメンでいいよってなっちゃうんですよね。だからそんなパターンが多いんで、そんなもんね、もう尊重もクソもない、ただのクズなんで、てかクズではないかもしれないけど、なんかもうどうでもいい存在なんですよね。あとは雑誌社と仲がいいとか、こういうなんかほら国家、体育総局ね、中国国内ならね、と仲がいいとかね、そんなんでね、もう、偉い地位についちゃうんですよ。でそれをね、なんかそういうなんか実力とか全然ないのに、そういうおっさんをね、なんかほら崇拝して、先生を疑ってはいけない、武徳を持たなくちゃいけないって、そういうふうに洗脳されてるバカがそこら中にいるんで、そこら辺ね、皆さん気をつけてくださいね。はい、今日のねこの動画がいいなと思っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再見。